別の神ルミと犬楽園を行く。ルミちゃんにセレブナイトの正体がバレちゃったと。これってもしかして、やむを得んの。やめてくれたい。サルになってしまったぞ。別のシーンが喋ってる。別のシーン、どうしちゃったの。喜んでるよ。ルミちゃんってやっぱり天然だったのね。瀬戸様、どうしてルミちゃんを。犬にしなければおめえと最後のお別れもできんからの。最後のお別れって。おじいさんの犬も喋ってる。ルミちゃん、ちょっと黙ってて。犬魔法を見破られたからには掟に従ってもらわんとならんからの。やっぱり猿なの。さあ、ルミちゃんに最後の挨拶をしなさい。別の神、どうしたの。猿って何。ルミちゃん、お別れたい。セレブナイトの正体がバレちゃったから猿にされちゃうんだよ。別の神が猿に。じゃあ猿の神ね、見てみたい。ルミちゃん天然すぎ。別の神、では行くぞ。やめてっす。猿の神さんを猿にするんなら僕も猿になるっす。ポチ拙者もポチと同じ考えでござる。犬楽園に来た頃は金持ちを鼻にかけた嫌なガキンチョだと思ってたけど、本当はいいやつだった。猿の神は私たちと一心同体です。猿の神を猿にするなら俺たちも猿にしてください。みんなありがとう。でも猿の神って言わないで。でも俺たちがみんな猿になったら犬楽園は猿楽園になるのか。バカ、そんなこと言ってる場合ではないでござる。バカって言うな。猿楽園は嫌じゃの。聖子様、鉄の神、良い仲間を持ったの。じゃあ猿にならなくていいの。うん、しかしルミちゃんはどうするかの。セレブナイトの正体や犬魔法のことを知られた以上、犬のままの姿にしておくか、ここであった記憶を消して人間の姿に戻すしかなかろう。やっぱり記憶を消すしかないだろうな。拙者もそれがいいと思うでござる。待ってください。私、鉄の神がどうしてセレブナイト様になったのかも知らないし、このまま記憶を消されちゃうなんて嫌。でもそれがルミちゃんのためには一番いいと思うけど。私、絶対今日あったこと誰にも話さないから、記憶を消すのも犬のままにするのもやめて。困ったの。起きては起きてじゃからの。瀬戸様、おねがい。たまらんの。許しちゃおうと。ありがとう瀬戸様。もっとディープに。ルミちゃん、サービスしすぎだよ。よかったっすね、ルミちゃん。ありがとう。それから皆さん、鉄の神がいつもお世話になってます。これからもよろしくお願いします。犬のルミちゃんも可愛いし。ルミちゃん、俺リニア。どうだい、犬楽園に来ないか。え、連れてってくれるの。もちろんさ。それじゃあ犬楽園に帰ろうぜ。